視聴者の皆様、こんにちは。当動画では、イマジンチャンネルの想像動画、第66弾、ピアノ練習をする時の提案というテーマでお届けする動画でございます。えー、皆様、想、え、像、ー、動画、66弾以降、心待ちにされておりました皆様方、大変長らくお待たせいたしました。 今回は66段から70段までという塊で投稿させていただきました。えー、特に65段までで終わってて66段以降なかな,か,なんか投稿されてないのは大丈夫かなと思った方ももしかしたらいたかもしれませんが、えー、特に楽しみにされていた方大変,な大変長らくお待たせいたしました。なお今回は66段から70段という5つだけ 投稿させていただきましたので、時期によってはまだ71台以降がない場合もあると思います。そういう場合でもちょっと心配しないでお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。そして、えー、たくさんお聞きの方には申し訳ございませんが、初めてお聞きいただいた方,方,な,方などのために念のためお伝えしておきます。当、えっと、イマジンチャンネル、画面何も映っておりません。あのちゃんとした画像ではなく、ちょっと MP さんなどそういうああのあの仮に… 代わりについ、仮に設置しているような画像で、画像でお届けさせていただいておりますが、あらかじめご了承いただければ、こちらとしては幸いです。よろしくお願いいたします。それでは、ちょっと長々とした説明はございません。えー、このままテーマに入らせていただきます。よろしくお願いいたします。テーマなんですけど、ピアノ練習をするときの提案、ということで、今回はピアノの練習の仕方をお伝えするのではなく、 一つだけあの私からちょっとあの皆様にあのアドバイスというかね、提案の方をさせていただきたいと思います。ちょっとあのピアノの練習の仕方の、例えばこういう時にこういう練習をしてとか、そういう細かいことを伝え、してくれるのかなと期待されていた視聴者の皆様ももしかしたら中にはいたかもしれませんあの。ちょっと申し訳ないんですけど、こちらではそういうわけではございませんので、えー、もしそういう細かい練習法を知りたい,知りたいという方は、この動画ではなく別の動画をご覧いただければと思います。 それではこの動画を始め、えー、テ,ーマテーマに入ります、えー提案し。私はですね、この動画の中で皆様にちょっとあのピアノ練習に際して一つ、お一つだけ提案させていただきます。 えー、事前に言っておきます。ちょっと、なかなか提案に入らなくてすいません。事前に言っておきます。ちょっとあの、この動画はちょっとピアノ関係の動画ですけれども、あの、ピアノ教室の先生などが中には聞いている場合なども中にはあるかもしれません。ピアニストなど、あの、そ本当にそういう、あの、音楽業界を専門に、あの、やってらっしゃる方とか、そういう方がね、聞いている場合は、まあ、ざ、一応言って、私は別にピアノの専門家などではなく、ただ趣味でピアノを楽しんでる感じなんで、あの、感じなだけです、だけですので、あの、もしかしたら本当に、この意見は、あの、本当はあまり良くない、 よくないとか、えー、それは違うんじゃないですか、などと、もしかしたら思う方ももしかしたらいるかもしれませんけど、えー、これはあくまでも本当に私の想像、いわゆる予想なんで、あの、そちら、できればご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。特にピアノの先生など、えー、ピアノを専門にや,や,やって、やっている方には誠に申し訳ございませんが、えー、それを分かった、分かった上でご視聴ください。それでは行きます。お待たせいたしました。私からの提案っていうのはね、どういう、どういうものか言って言いますと、 楽譜に頼りすぎない方がいいんじゃないのっていうもので。楽譜に頼りすぎない方がいいんじゃない。どういうことなのかなと。え、思いの方もしかしたらいるかもしれない。楽譜に頼りすぎ,すぎない方がいい。どういうことかって言いますと、たまには耳で音を聞いてみませんかっていうことなんですよ。わかりますかね皆様。 ちょっとあの、難しい、あの、難しい、え、え、どういうことと思えのすいません。たまにはね、じゃ詳しくちょっと、私が分かる範囲で詳しく説明する。皆様、まあ、人によってもちろんピアノのあの、ピアノ曲、あの、まあ、弾ける方、これはちょっと弾ける方の話になってし、弾けない方など申し訳ありませんけど、弾ける方の中でも、あの、いろいろレベルは、レベルは人によっていろいろ個人差はありますよね。 クラシックを弾いている方。まあ、そんな方もとても難しい曲。まだ少し、あの、導入、導入とか、あの、初級の方、などいろいろありますよね。で、まあ、曲に、もちろん曲に、曲、曲にもよりますし、その曲の練習、曲を練習する目的などにもよりますけど、私の意見、私、イマジンの意見としては、やっぱり、楽、全部あの、楽、楽譜を全部読んで、演奏するのではなく、たまには、 耳コピなどでやってみてはどうですかねっていうことで。これは本当に私の意見なんで、本当あの、ピアノを専門にやってらっしゃる方など、本当すいません、ね。あの、そんなのダメに決まってんじゃんと思う方もしかしたら、すいません。そういう場合すいません。なんですけど、ま、本当にあの曲、曲のジャンルとか、クラシック、J-POP、K-POP、A-POP など、また、曲の難易度、難易度などにもよりますけどね。 あの、なんか、私がよく、あの YouTube、YouTube にて、あの、聞きます。音楽練習用動画などでは。えー、なんか、意外と、あの、こちらの楽譜の、な、あの、何段目の何小節目のとかね。そういう風に表現されることが多いと思うんですよ。これは本当に私の、私の経験なんで、あの、そうじゃない場合もあるのかもしれないけど。ですが、 やっぱ音楽っていうのはね、私の意見ではやっぱ音楽っていうのは音です、音ですから、楽譜ももちろん必要なことは、あの、かなり、あの、かなりというか必要なことはあると思うんですよ。でも、音に重点を置いてみてはどうです、どうでしょうかね皆様。そうするともしかしたらなんか気づかなかったことにでも気づくかもしれません。その音楽の調子とか、その、あの、 楽譜に書いてある音の変化だけ,だけではなくて、実際の,あの模範演奏などを聞いてみるだのね、などね。もちろん、その耳コピーだけでも逆にダメなのかもしれません。っていうかあの、特に難しい曲の場合、耳コピーだけで全部正、すべて楽譜通り、楽譜に書いてあるような正しい音程で弾けるという方は多分少ないと思うので、もちろん楽譜も併用して使うのはいいと思うんですけどね。なので、まあ、私の予想なんですけど、 私の想像、意見なんです。あの、本当にあくまでも、あくまでも提案なんですけど、楽全部曲は、楽譜でやっている方。音楽教室でも全部楽、あの、テキストとかなどを使って楽譜でやってるという、あ,まあ、まあ、もちろん全部ではありませんね、すいません。全部とは言い切れませんけど、すいませんでした。失礼します。楽譜でやってるところが多いと聞いたことがあります。失礼しました。楽譜でやってるところが多い。多い。と聞いたことがあります。ですので、ですが、ピアノ教室でもたまには、 あのまあもちろん全部ではなくても、まあ、あの、最初の、最初の4小節だけとかね。まあそういう感じでも、えー、例えば、えー、その、えー、音楽教室の担当講師が、えー、ではなんとかさん、これから、あの、最初の出だしの4小節を弾いてみるので、あの、いつもは楽でレッス,ス,スンしてますけど、あの、耳で音を聞いて、まあもちろん完全、完璧じゃなくてもいいかもしれないけど、えー、できるだけ、あの、 この,この音に近い音で弾いてみてくださいみたいなそういうのをやってみても逆に耳が鍛えられていいんじゃないかなと私は思うんですよ。はい。では、えーさ、最終的に結果をまとめてこの動画を終了といたします結果といたしまして、結論といたしましては、いた,いたしましては、楽に頼りすぎると、もしかしたら、少し、あのー、 音楽の実際の本来のね、その、えー、曲にもより、曲や、そのやり方や目的等にもよると思いますが、えー、その本来の曲の、えー、いろいろ入れ替わったり、その,あの変,変化など少し感じ取りにくくなってしまうかなと思うので、えー、まあもちろん余裕があればでいいですけど、耳コピなどでやってみて、耳で音を聞いてそれをあの真似するなどそういうことを 取り入れてみてはいいんじゃないかなと私は思います。それで私は楽譜に頼りすぎない方がいいと私、いいという,うことをこの動画の冒頭でお伝えさせていただきました。 あの、本当にさ、あの、一応念のため最後に言っておきますが、これは提案ですので、あの、やるかやらないかは、本当にあの、視聴者の、あの、今、聞いて、聞いてくださっている皆様自分で決めていいと思います。これを必ずや、あの、やらないとこちらとしては困るんですけどとか、そういうわけじゃありませんので、本当にあの、提案ということで、参考に、まあ、そういう意見もあるんだな、みたいな感じで思っていただくだけでも、まあ、あの、いいんじゃないかなと私は思って、思って投稿いたしました。ということで、え、皆様、え、ちょっと、 かなりむ特にあまり音楽に興味のない方、ピアノを、えー、やったことのない,ない方などにはあの、ちょっと難しい話になってしまったかもしれませんが、えーこ、今回のテーマ動画はここで終了させていただきます。今回の動画は、イマジンチャンネルの創造動画、第6時6段。ピアノ練習の時の提案。ピアノ練習をする時の提案。というテーマでお授けさせていただきました。 今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。で、次、67段の予告をさせていただきます。67段。67段。十七段。いまチャンネルの想像動画。第60。67段。についてお伝えいたします。えー、いチャンネルの想像動画、第67段では。 もしピアノ教室を大会したくなった場合の、えー、私のね、これももちろん私の想像なんで実際にどうするかは自分で決めて大丈夫ですが、えー、ピアノ教室に退会した、ピアノ教室を大会、大会っていうのは、えー、陸上大会などの大会ではなく、入会の反対のね、退族という、退族の隊に会うの会、という、えー、その教室に通うのをやめたい場合、 でも、えー、ストレートにやめますと言うと、ちょっと先生も傷ついてしまう,からあのしまう場合も多い,から多いので、どうすればいいかという、そういうテーマでお届けし,お届けしようと考えております、えー。何かシステムのトラブルなどで削除されてしまっていない限りは、多分、えー、70段までは少なくとも投稿されていると思うので、思うのでえー、もし時間があれば、ぜひ67段もご視聴いただければと思います。なお、自分のやること等もいろいろあると思うので、えー 必ずしも視聴していただけ、かないといけないというわけではありませんので、そちらどうぞご安心ください。お時間のある方だけで大丈夫です。よろしくお願いします。それでは、そういうことでお願いいたします。今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。イマジンチャンネルの創造動画第66弾を終了いたします。それではここでおさらばで。おさようなら。